こんばんは、シンガリコです。私の曲ワンナイトが Apple Music のプレイリスト初めての JEDM のラストソングに選ばれました。私がアーティストとして今まで自分をどうキープしてきたか、このチャンネルでお伝えしたいと思います。私の曲はハリウッドでレコーディングして、ハリウッドでミュージックビデオを編集していただきました。なんと私誕生日が来て44歳になっちゃいました。やばー。今回は簡単にコーヒーを美味しく飲むコツをご紹介します。皆さん、いつも何気に飲んでるコーヒー、もうちょっと美味しく飲むためにはどうしたらいいか知りたいと思いませんか？コーヒーの酸化とは、コーヒーが酸素と反応して結びついた状態を言います。コーヒーが酸化した状態というのは酸化、劣化ということになります。豆の状態で購入するのがベストです。酸化を防ぐために密閉された容器、そして日が当たらないところで保存しましょう。冷蔵庫に入れるのもありですが、出し入れによる温度の変化はよくありません。新鮮なうちは常温保存の方がいいです。長時間飲まないことが分かっている場合、冷凍庫などで保存すれば酸化による劣化を防ぐことができます。コーヒー豆の焙煎後の酸化は2週間から1ヶ月ほどになります。なんと粉にしてしまうと3日から7日ほどで酸化による劣化が始まります。コーヒーを入れるとき、一度にまとめて作って時間をかけて飲んでいませんか？コーヒーは時間が経てばもちろん酸化が進みます。酸化をしていない美味しいコーヒーを飲むなら、少しずつコーヒーを入れることをお勧めします。熱出しコーヒーは熱を加えないため、ホットコーヒーよりも酸化しにくいのです。熱を加えず抽出すると、その後も冷たい状態で保存するので、ホットコーヒーよりも酸化しにくくなります。水筒などコーヒーを会社に持っていくときは酸化しにくいので、水出しコーヒーがおすすめです。酸化したコーヒーは体に悪いっていうイメージですが、実はその根拠はないらしいです。でも明らかにまずいので、その都度新鮮なコーヒーを入れて楽しんでください。今日私が着ているトップスはなんと懐かしのアナップです。可愛いでしょ。よく若い時に着てて、久しぶりに見たら可愛かったんでちょっと買ってみました。あとこれはインポートのピアス、可愛い。ちょっと軽くていいです。私本当にコーヒーが大好きで毎日3杯ぐらい飲んでます。運動前はコーヒーをいっぱい必ず飲んで、運動するとすごく汗をかけるので脂肪燃焼に効果があるなと本当に実感できています。そしてがんの予防効果もあって、ポリフェノール、クロロゲンがあることが分かりました。健康にもいいコーヒーでも副作用もあります。妊婦さん、そしてカフェインアレルギーの方は控えてください。そして寝る前4時間前は絶対に飲まないようにしてください。では新鮮なコーヒーをその都度入れて美味しいコーヒーを飲みましょう。今回の動画が良かったなと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントをいつも見てるのでよろしくお願いします。バイバイ。